ラブカース TV 川口学です今日は日産のフェアレディ Z 先日 Z のプロと出ましたけれどもあちらと比較しながら内外装徹底チェック行ってみたいと思いますさあ久々のフェアレディ Z ですけれどもまずは3サイズ行ってみたいと思います全長は 4260mm そして全幅は 1845mm 全高は 1315mm ホイールベースは2 5 5 0ミ、mm、リということで、まあ 最近ではかなりコンパクトな部類になったのかなというところですよね一昔前だとやっぱ全幅も結構幅広で、まあ、ワイドな非常に低いスポーツカーという感じでしたけれども最近全幅がみんな結構広がってきてますのでそういった中では特にこう幅広いという感じではないですよね一方でボディはですねもともと 4.3m 切ってますから非常にコンパクトな感覚というのがあってまあ サイズとしては手頃なな部類に入ってくるのかととといいうところだと思いますまずディテールからチェックしていきますと顔つきなんですけれども顔つきこのようにヘッドライトがちょっとブーメラン形状になっているのが特徴ですねそしてその中にメカニカルなユニットが入っているわけですけれどもこれによってこうパッと見た感じ少しこうロボットっぽいというかそんな感じの顔つきですよね。 でこうして見ると分かるんですけれどもやっぱりボンネットのラインとヘッドライトのラインそしてフェンダーをきっちりと分けているのでかなり幅広に見えるのが特徴ですよね。特にこの辺りの表現というのは相当にワイドに見えるものになっていて特にその後ろのフェンダーがこういったんですね収まるのでより広がって見えると。 いうのが特徴ですなので改めてこうして見るとフェアリー・ジェットって本当にワイイドななな見え方をすするるデザインなんだなとといいうのが分かると思いますそしてグリルですけれどもグリルは Z 伝統のこう真四角のグリル最近 Z のプロと出ましたけれどもあれが真四角だというふうにおっしゃってましたけれどもみんなこうやって見るとこの車もかなり真四角になっているのが分かると思います。そして両サイドに LED が入ってますけれどもこれはマイナーから入った LED ということになりますね。でこうして見ていくとまずフロントフェンダーの膨らみが非常に強烈なものになっているのが分かると同時にこのフェンダーにははい伝統の Z のマークがここに入っているわけですね。でこれはウインカーランプも兼ねてますのでこれアイコンでもありウインカーでもあるというそんなものになっています。そしてサイドから見た はい、フォルムですけれども、やはり2シーターということで、かなりルーフが傾斜しているのがわかると思います。で、最近登場した Z のプロトの場合は、ノーズとテールの関係でいうと、テールの方が下がってるんですけれども、この Z34 でいうと、テールの方が上がっているのがわかると思います。なので、ノーズの先端、ここにあるわけですけれども、テールはちょっとこう上の方に。 上がってる感じでこれはこれで相当に今見てもかっこいいフォルムだなというのはありますよねただよく見ていくとこのダックテールになっている部分でしょうねここをテールレンズの方にぐっと下げていけば確かに Z プロトと似たような形状になっているのがわかるわけでだ Z プロトはもうちょっとお尻をですねスッと下げてなおかつ少しリアのオーバーハング伸ばしたのかなというところが わかると思いますそういう意味では基本形状は最近登場した Z プロとほとんど同じということながらこちらの方が全長がですねぎゅっとコンパクトに収まっているなという感じですね。そしてホイールベース 2550mm まあ最近の車にしては非常に短いホイールベースですけれどもこの全長との比率そして前後からの比率からするとそんなにですねショートホイールベースには見えずむしろロングホイールベースに見えるようなそんなデザインになってますね。そして再度見ると はい、このウィンドウグラフィックですけれどもウィンドウグラフィックよく見るとやはり S30 を意識したようなウィンドウグラフィックになっているのが分かりますまあディテールはですねちょっと違いますけれども基本的な大きな面で見た時に S30 をこう意識したものになっているなというのが分かると思いますそして装着タイヤですけれども装着タイヤこれはポテンザの RE050A ですね、まあ、若干古いタイヤですけれどもサイズは245の 40R19 という19インチサイズを装着していますそしてフロントは赤の、はい、キャリパーが備わっていてディスクは特にドリルとかではない通常のディスクですねキャリパーも4ポットのキャリパーになっていますアルミホイールそのものは切削かつブラック塗装かつ表面結構コーティングされていてキラッと光っているタイプでまあ5本スポークの変形バージョンですねでこれはレイズのホイールということになります でリアですけれどもリアこれは275の 35R19 ということでフロントよりはやはり幅広のものが与えられているとでキャリパーは小さめのやつがいう感じになりますでリアに回っていきたいと思いますけれどももうこの斜めから見た時のフェンダーの盛り上がりが非常に印象的ですよね、まあ、Z34 は特にこのリアフェンダーが印象的で真後ろから見た時に こんな感じで相当に左右ののフェンダーがが張っているのが分かるかかと思います実際こうちょっと上辺りから見るとこのような感じでレンズに対して相当こう出ている感じの印象ですよねだからこれはフロントもそうなんですけどフロントのヘッドライトもこのような形状でこの区切り線から外を全部フェンダーにしてるんですけれどもリアも同じようにこう処理を行うことで前後を同じような手法を用いながら幅広な ボディを作り上げていいいいるとととう、こここが面白いところだと思います。そしてマフラーは左右1本ずつの2本だし真ん中ブラックアウトされていてそしてこの真ん中にリアフォグが入っているわけですけどもこれちょっとレーシングカーシングっぽい下でねかっこいいなというところですね。で下のぞき込んでみると下は特にディフューザーなんかはないですけれどもやはり V 型エンジンなので左右対称の。 エグゾーストが非常に美しいものになっておりますなかなか見ないところですけどねもう一度後ろ斜めから見るとこのような感じでかっこいいですしこの角度がやっぱり Z は命という感じですよね最近 Z のプロトタイプ登場しましたけれどもあれもリアから見た時の美しさというのがありましたけれどもこの現行の3-4も今見てもやはり美しいものになってますねそしてハッチの形状ですけれどもルーフから来たラインをずっと広げて そしてグラスを取り囲むような処理になっているわけですけれどもこれはプロトタイプではこのデッキの部分がスッとなくされてまあそのこの部分をですね平らに作ったのが今回のプロットの特徴というところでしょうね。なのでおそらくウィンドウのラインっていうのはこれよりちょっと長いぐらいに変えているとは思うんですけれどもそこからこうするっと下げているのに対しこの34の場合はデッキ形状を作ることによって サイドから見ていった時にリアがダックテール状にちょっとツンと跳ねてる感じがあるのがここが魅力になってますね改めて見ると Z のそのフォルムというのは非常にスポーツカーの典型といえるフォルムになってますしなおかつこの前後のフェンダーの出し方かなりワイドなスポーツカーを感じさせるそんな処理になっています。 このような感じで、はい、相当にだからボリュームのある感じというのがよく表現されてますよね。 エンジンをチェックしたいいと思います、はい、エンジンジ開けるとこのように中央に V6 エンジンンジがマウントされていますそしてこのかなり剛性の高そうなパーツが入っていてこれはフロントのバルクヘッドにタワーを通してサスタワーにつなげてそ,うです、ね、そしてさらにサスタワー同士をこう締結しているという感じでフロント周り合成出すための。 ことを行ってますね。で最近 BM とかスープラとかそうなんですけれどもこのサスタワーからフロントにも合成パーツ入れてるものも結構あるのでここも相当効くんじゃないかなという感じですけれどもまあ、Z の場合はまだそこは入っていないとじゃあインテリアをチェックしたいと思いますはいインテリアはこのような感じでもう黒一色いかにもスポーツカーというスパルタンなインテリアになっておりますもうちょっと車列れがあってもいいかなと いう感じではありますけれどもデザイン的には非常にメカニカルなイメージのちょっと古い感じはもう否めないですけれどもそれでも非常にコクピット感が漂っているインテリアが展開されているかなというところですね。でドアを開けたところですけれども開けると、はい、一番上はソフトパッドになっていてここはアルカンターラでトリムとアームレストが作られていてそしてそれ以外のところは。 樹脂パーツですね入っていてドアハンドルとエアコンの吹き出し口も樹脂パーツと色が違うということですねこのデザインどっかで見たことあるかなというところですけど最近見たですね Z プロとでも同じようなデザインが見られたんじゃないかなと思いますこの辺りもね似てますよねやっぱね坊主のスピーカーの入り方も似てると思いますスカーフプレートに Z のロゴが入るとでオルガン式のペダルアルミとスベートメドゴムとツートーンになっております シートですけれどもシートは形状自体は非常にベーシックな感じのスポーツシートになっていますけれどもかなり肩のサイドの部分が張り出しが大きいのとサポートも結構たっぷりしていてそしてこの部分ですね運転席側はサポートを入れてくれているのがスポーツカーのシートらしいところですね。この車 シルバーのステッチなので非常にシンプルですけれどももうちょっとこうイエローのステッチとか入るとまあコンセプトモデルがそうでしたけどイエローのステッチなんか入るとイメージがどんどん変わってくるかなというところですねで素材はレザーとこの真ん中の部分がアルカンタージョーになっているということですねでは乗り込んでみたいと思いますはい乗り込むと目の前にはドカンとタコメーターそして右にスピードメーター左側の 燃料系と水温計の間にオレンジの液晶のモニターが入っているという感じで、まあ、この辺りはちょっともう時代を感じさせるなというところですね。じゃあエンジンジ始動してみたいいと思いますあらいい音する。 そして Z といえばこの3連メーターですけれどもはいこのような感じでちゃんと日差しがついた3連メーターアナログなんですけれども一番右が U 音計、そしてバッテリーメーターさらに時計とこれはプロットモデルでも残されたアイコンになってますねそしてハンドルですけれどもパッドがかなりでかいのがちょっと前の時代の車だなという感じありますけれども Z のロゴが入っていてこれ全体がパッドになってですねでここに シルバーーのパーツが入りますけどここはこのようにスイッチを入れるためのユニットになっていてこれまあ右左変わるとおそらくこの位置も変わるんだろうなという感じですねこちらが何もなくてこちら側はメニュー関係の操作ボタンそしてボリュームがあって電話を受けたりとかいうのがありますそしてパドルですけれどもパドルはこのように、はい、ハンドルを動かしても残るタイプになっていましてかなり大きめですねサイズ的にも。 そしてセンターコンソールこれ一応レザーが入っていてステッチが入っていてこの周りはレザーで囲んでるわけですねもう最近からしたらモニターが相当小さいですけれどもナビのモニターがあってエアコンの吹き出し口左右にあってここに操作系のボタンが備わるとこのね操作系のボタンのなんかこう多さも時代を物語りますね最近のものだったらおそらくタッチになるのでまたちょっと変わってくるというところでしょうけれども はい、このような感じになります、まあ、Z コンセプトだとこの辺り一気にもうちょっと大きめのモニターがドンと入るような感じでしたねでさらにその下このディスクのスロットがあるの懐かしいですねスロットがあって、まあ、ボリュームとかそういったもの操作系がありますでさらにエアコンの操作スイッチがその下にきてそしてシフトレバーシフトレバーの周りにシルバーのフレームが入っていてここにハザードがあってこっちらスノーボタンですね シフト自体はこのような感じでまあ AT ですけれども見た目 MT にも見えなくもないような感じのデザインのシフトになっていてサイドブレーキのレバーは助手席側についておりますシートヒーターとトランクオープナーがあってドリンクホルダーがあってとそしてコンソール開けると2円入ってるよコンソール開けるとこのような感じで 12V のソケットがあって さらに、えー、ここには USB ついてないのかなあ,あった一番右に USB ついていてこれもあれですねなんか信頼機かなんかの接続するコネクタですからね何でしょうオーディオとビジュアルをつなぐプラグがここにあるとで中はフェルト張りになっているとでシートですけれどもシートはセンタートンネル側に前後と背もたれの調整がついてさらに このような感じで、まあ非常にタイトな空間というスポーツカーのコックピットだなという先日登場したプロとからするとこの3、4現行モデルっていうのはダッシュボードが割と下目にあるのが特徴なんですねなのでドライバー座った時にこの目線からかなり下にダッシュボードがあるなというのが印象的な部分ですこのあたりはプロトとも違う感じですねプロとはもうちょっとこう深く座る感じで ダッシュボードがもうちょっと上にあるようなイメージだったんですけど、この辺りが少し違うところですね。で、ミラーは通常のフレー周りのミラー。で、さらにバイザー、はい、開けて、開けますと、はい、ここに照明が入っております。リアはもう、真、まあ、後ろが今荷物入ってますけれども、ラゲッジのスペースになっていて、で、Z の、まあ、アイコンですけれども、このバーが入っていて、さらに、運転席と助手席の後ろにはこのように、 ストレージがあってちょっとしたものはここにだから置けるという感じですねこの蓋を開けると車検証が入っておりますでさらにその後ろにラゲッジスペースがあるとなのでまあ室内は非常にタイトかつミニマムなものになっているということですではラゲッジをチェックしたいと思いますはいハッチを開けるとこのような感じでガバッと後ろが全部開きますね、まあ、それがゆえに剛性を確保するのは結構大変だなと いううとところだと思うんですけれども、はい、開けるとこのような感じでモサスタワーがバンバンと出た感じになっていて先ほど運転席の方から見たバーがあそこにあるので、まあ、ここにゴルフバッグ積むのは結構大変な作業かなという感じでこう積むのかな多分こう積めば積めると思うんですけれどもなかなかに大変そうなでラゲッジ自体は一応このマットを外すと このような感じで、さらに。はい、b o s のウーハーとパンク修理キットがあって、まあ、物を入れるスペースはないですね。もうなので、ここだけでラゲッジは完結しているという感じでございます。本当にシンプルなラゲッジとはいというわけで、日産フェアレディ z 久々の z34 をチェックしてきました。けれども、まあやっぱり改めて本当にシンプルなスポーツカーだなという風に感じました。 というわけで、最後までご覧いただき、どうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければ、あなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そして、ラブカース TV では取り上げてほしい車、企画、ございましたら、コメント欄にリクエストいただければと思います。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV、川口真奈美でした。